だそれ何本当に。今言われたけど信じられないクソ不明。信じられへんのかったんや。刹那トリップぐらいクソ。本当に？ちょっと待って、めちゃくちゃ気になってきた。本当に？めっちゃ気になってきたわ。俺のこの今のさ、謎に抜けるこの感じとどっちがクソ？新曲やるなら君たちのアイコン使わせてね、サムネに。その代わり君たちがすごいひどいことを言っていると、新曲に対して文句を言っているサムネにして、どうなのっていう体でやるっていう体にするから。 OK、 じゃあラスト行こう。ラスト、うん、最近の人も絶対なんないし。じゃあラスト、これ無理やったらもう岩井きます。マジでわからん。ちょっと待って、2回連続ちょっと待って、さすがにちょっと意味わからんから、もう一回やらせて。ちょっと意味がわからんもん。普通に意味わかった。じゃあ意味わからんやん、だって。ちょ、マジで意味わからん。ちょ、同じとこ2回連続で、しかも今めちゃくちゃ結構遅めにやったで、自分の中で。手のひらいった。ああ。次、肘やからな、お前。いけるいけるいける。めちゃくちゃ適当でも通るやん。やっけ。やっけ。じゃあ、やっけなんでやりましょうか。しゃあない。いきましょう。弱。これですね。鍵。桃色の鍵。これでもさ、これちょっと聞いてほしいんだけど、ここの BGM 聞いてほしい。これよくない？で、ここの後の、これ聞いて。ここ。チャカ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 。これよくない？これかわいくない？そんな悪い曲ちゃうと思いますけどな、私。じゃ、せっかくなんで、メイクおばさんでやりましょうか。あー、待って、これメイクおばさん単独ライブになってしまうやんな、これ多分。まだ、ちょっと待って。じゃあ、こっちで、これで、こうして MV して、こうすればいいやな。まだまだ、こうすればいいやな。レベル上げモンスターにして、モンスターじゃないね。レベル上げキャラにして、これでいいやな。桃色の鍵、作詞作曲編曲、イオア。え、イオアって初だよね。お、ぶな今見ました、重いの。え、この人初よね。来てないよね、確か。重っ。すげえ、見て。あ、ここかな、例のところ。え、めっちゃいいじゃん、映像凝ってて。めちゃくちゃ重いけど、いや、なんかモアジャンめちゃくちゃ重いんだよな、個人的に。大体モアジャンだからね、俺が初見で、エキスパートの初見でグレートいっぱい多発するときは。お、でも楽曲すごいいいよ、今のところ。なんか異様感ある。正直カフの声しないと異様感ないのかなって思ってたけど、すげえ重いよ。全然そんなことないし、あと昨日か一昨日ぐらいのプロセカの譜面について動画見てくれました、皆さん。あれでも言ったけど、エキスパートでゴミ譜面ないからね、マジで基本的に。おお、ええやん。いや、俺このちょっとなんか、なんだろう、イオワさんのちょっとね、このちょっとどこか独創的で、不吉も感じるけど独創的な、ってかリズムキモいな、確かに。キテレツな感じのリズム感好きですよ、僕。キュークラリンとか聞いたことあります。めちゃくちゃキテレツなんですよ、あの人の曲。おいよ、ここのキテレツなリズム。これね、ふわふわしてる、わかるわかるわかる。すげえいいこと言ってくれた、君。ふわふわしてる、かっこ伝われ。え、めっちゃ神曲じゃないこれ。危ないな。これイオアバージョンだとあれかな、カフとかで来んのかな。ごめんけど、カフで来たらこれカフの方が好きだもん。すげえ、モアジャンたちに申し訳ないけど、まあ、イオワさんの雰囲気とモアジャンは、個人的にはカフの方がイオワさんは作り慣れてるか分かんないけど、カフで想像したらめちゃくちゃいいわ、これ。え、めちゃくちゃいいよ、俺個人的に曲は。おお、ミクちゃん、これミクなんだ、初音ミクボーカルで来るんだ。いや、これめちゃくちゃ好きですよ、僕。ありがとうございます。イオワさん楽しかったですよ。いい曲やね、これ。マスター終盤の極小ノーツ、あー、もうネタバレされてますけど、やりますか、じゃあ。え、気になる、どこまで。そんなみんな落とす。
ミコボさん使うよじゃあ。喋りやめろ。ちょっと動画用テンションとかなんかもう恥ずかしいからやめて、それ突っ込むの。これさ、メイクおばさん5人のさ、何インビジブルじゃない、間違えた、チャレンジライブモードで言ったらさ、メイクおばさん5人出てくるのかな。これいきます。え、でも絶対踏めそんな悪くないでしょ。すげえやり直したい。あ、別に今のところそんな悪くない。違う、もう譜面にすげえ注目しちゃうわ。曲もまだ聴きたいけど。危な。なんだこれ、なんだこの形、ちょっと待って、なんだこの形、釜みたいな。最近のアーキアの譜面あんな感じの悪能出てくる。なんだこれ、なんか形ちょっとぶつくなかった今。ん、ちょっとなんか生きた心地しないのやってて、細いからかな、ノーツが。おお。これ好きね、今日の譜面。何これ、リズムなんで攻めればいいのに、そういうノーツの形難しくしちゃう、再生みたいな。なんか急、なんだこれ。まあでもなんか、まあ、ノーツの形とかもそうだし、まあなんかおしゃれではないな別に。おお、でもまあ別に叩いてる感じはね悪くないですよ、そこまで。別にそこまであれじゃねえ、てか楽曲がいいからさ。おお、なんだこのリズム。まあまあまあ別にこのレベルだったらまあ結構全然あるんじゃないですか、プロスカだと。お、なんだこれ、なんだこれ、なにこれ。そんなことするんだ、プロスカって難易度30で。絶対プロスカの動画上げてる YouTuber あそこをサムネにするから全員。まあちょっと解釈違いなところあるわ。これ右手でやればいいのか左手でやればいいのか全くわからんわ。あ、刹那トリップと一緒の小説あるな、これ。確かに不明作者。なるほど。まあ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 、ちょっとあそこの、この極小のここ、これ何やったよね。なるほどね。こんな感じなんや。まあ、別に好きじゃないけど、不明、そこまで。まあ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 、まあ別に、まあめっちゃ嫌いってことでも、まあ話題性にはなったのかな、どうだろう。どうだろう。まあ楽曲はすごい良かったね。ちょっとエアコン消そうか。まあ個人的には、まあ、楽曲はすごい良かったんですけど、まあ譜面ね、まあ満足いかなかったですね、皆様的にはね。営業トークは、いや本当に本当に。あ、じゃあさ、ついでにこれもやろう。みんなでライブ、チアフルライブで5人全員が同じ称号を1つ以上つけよう。じゃあ、深海で、いや、深海でのあれダメだな。なんかじゃあみんなで、これつけよう。なんでもいいからこれ。メイコファンにしようか。じゃあメイコファンで。これさ、粒の数は別に関係ないもんね。メイコファンにしましょう、じゃあ。いや、ミクはダメ。いや、そんな奇跡起こらんよ。メイコファンが5人集まるなんていう、もう、天文学的数値よ、これ、ちなみに。すげえ、あ、すげえ、天文学的数値。え、ちょっと、ダッポロック行きましょう、ダッポロック。すげえ、こんなことあるんだ。ウルトラマンコも、天文学的数値よ、これ。ありえんよ、普段。ちょ、48182で行こう、48182。奇跡やん、メイコファンが5人ってありえんよ、そんなこと。ちょっとこれスクショしよう。絶対ありえん、こんなこと。奇跡すごい、グリーンの奇跡とか笑う、これすごくないこれ。あ、しかも俺のダッポロックだ。やんのこれ。これやる、まあ、全員います。すごーい、ありえない。
え、これさ、確率で言ったらどんな感じなの？宝くじ7回連続ぐらいで当たるぐらいすごくない？全員がメイコファンっていう時点でまずありえない。まずそのありえないっていうか、数値とかの問題だけどもうゼロやもん、それってもうありえんから、絶対にその確率とかの問題じゃない、もうこれってぶっちゃけ問題。そこまで言います？明らかにプロセガの中で一番オンチなのに将来スターになりたいとわめき散らす低能だから。確かに、まあ、それそこだけ見たら、まあ確かに将来心配、まああれですからね、あのパロディじゃなくてこれ あれだからね、まあお話の世界ですから、フィクションの世界ですから、まあ実際見たら確かに心配だな。明らかにプロセガの中で一番オンチなのに将来スターになりたいとわめき散らす低能だから言うね。好きかって言いなさるね。ってほぼ全部見てるからね、俺全部見てる。ほらもう赤いのついてるでしょ、赤いの。わかります？これちょっと明るすぎる。見えます？ほぼ全部見てますよ、僕カノタの動画。この人好きなんですよね、これ。いいんですよ、これ好きなんですよ、これカノタンやから。俺プロスカ実況者一番好きだ、これ。もうファン、このここまで見てるのは多分俺しかいない。これ俺か、すごい粘着気質のある豆腐アンチが毎回動画開いて低評価をして荒らし込むするみたいな、それぐらいだと思う。チー牛盛り上がる、ちょっと気になるね、こういうの動画もね。見ちゃっていいじゃん、三田さんのチー牛。これまだ見てないんだけど、このチー牛盛り上がれっていうサムネの三田さんの動画開いちゃいますか。はい、かのたんです。今日は三田光介さんが YouTube に復帰することを表明したことで話題になっていますね。これについて思ったことは、はい、本当に反省してんのかよって思いましたね、はい、なんでかっていうと、ヤグザに絡んで違法賭博したヤグザ、ヤグザ、なんでかっていうと、ヤグザに絡んで違法賭博したり裏垢で下ネタ発言した生き物なんですよね。なので犯罪を犯してしまった人の復帰を喜んでる人は犯罪を擁護してることになるんですよね。確かに。しかも犯罪を犯したにもかかわらず、たった2ヶ月で復帰するとかお金が欲しいことばっかり考えてるんです、ね、確かに。ちなみに私はもともと三田光介のファンだったけど、犯罪を犯してしまった後はアンチ三田光介になりましたよ。確かに。三田光介の視聴者さんも違法賭博とはどれだけ重い犯罪なのか、もう少し考えてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。え、なんか間違ったこと言った？え、カノタン間違ったこと言ったの今。ごめん、俺これ初めて見たけど、この動画なんか間違ったこと言った今。え、なんかおかしいとかだったら訂正してほしいわ。なんも…え、偶正論しているお母さんとカナデタンが話し合いをしたことで話題になっています。これ前回のイベストやな。カイトの思ったことは、ザムザの時のお母さんが正しいと思いましたね。なんでかっていうと、真冬と一番関わりが長いのはお母さんだからなんですよね。普通だったら自分の将来のことは親と相談して決めることなのに、確かに真冬はお母さんからのアドバイスを受けても何も言えなくて、社会経験がない引きこもりで低学歴のカナデタンに相談してる時点でバカなんですよね。確かにカナデタンは真冬のことを心配してるけど、真冬はもともと優等生だったのに低学歴の人についていったらますます落ちこぼれになるに違いありませんね。確かに。ご視聴ありがとうございました。